こと思いつきました。お祝いをしましょう。よりしろが祀られ、法理にもようやく平穏な日々が戻ってきました。もしよろしければみんなでそのお祝いを。ああ、それはいいね。源十郎さんや正臣君には本当にお世話になったからね。予算のことは僕が何とかするから、うんと豪勢にやってほしいよ。吉野様はどうですか？もちろん賛成。今までお世話になった皆様のご苦労をねぎらうためにもぜひ。有地さんは？何？我が輩も参加するのか？我が輩は村雨丸に宿っただけだ。実際にたたり神と対峙したのはご主人ではないか。大したことはしておらん。我が輩はただ存在していただけだ。そんなことはありません。そうですよ。村雨様がいなかったら私たちはとっくにくじけていたと思います。愛するでないご主人。お、嫌ではない。むしろちょっと心地いい。大人扱いする感じで撫でてくれご主人。だがせっかく地層を用意してもらっても我が輩は食べられぬし。それではご主人が十分に宴を楽しめんではないか。やはりここは空気を読んで我が輩は欠席に。そうですよ村雨様。はい、村雨様抜きというのはありえません。どうしてもというなら宴は中止にするしかありません。伊勢海老のお刺身も考えていました。ご主人、我が輩を責めるでない。お主は子供か。はぁ、わかったわかった。我が輩も出席しよう。これで良いのであろうご主人。やれやれ、我が輩のご主人は。